あお,おはよう,う何怒ってないかって何で怒るんだお前が遅れるのなんていつものことだろそんなことで怒ったりしないよ遅れそうだからって走ってきたんだろ息そんなに切らしちゃって大丈夫か苦しくないかあそれと髪 寝癖ついてるぞせっかく可愛いのに台無しだろほらこっちおいで直してやるからほらじっとしてろ寝癖今直してやるからよし乗ったうん今日も可愛いな <laughs> んどうしたなんか顔赤くないか まさか風邪じゃないだろうなおい熱は寒気とかしないかうん熱は大丈夫みたいだなはあ、よかったってなんでさっきより顔が赤くなってるんだおい本当に大丈夫かまさか新種のウイルスじゃ今日は学校を休ませて俺が付きっきりで看病するべきか は顔が近いせいなんだそうか心配しただろとく俺にくっつかれて恥ずかしかったのか <laughs> 本当にお前は可愛いなよしよし <laughs> どうした恥ずかしいことばっかり言うのって、うん 俺は全然恥ずかしいこと言ってるつもりなんてないんだけどお前が可愛いし大事だしさだから思ったことをありのまま喋ってるだけだぞん過保護すぎるそんなことないってお前のことが大好きなんだからこれくらい当たり前だろうそれに彼氏なんだしな 昼飯どこで食いたいんだ屋上か。うん、気持ちよさそうだな。ああ、走るなってまた転ぶぞって、おい <laughs> ったく、転んで怪我でもしたらどうするんだよ。<laughs> 脅かすなよ。お前に何かあったらどうしようって、すっげえ焦った。謝るくらいならもう少し落ち着けって。 お前が怪我なんかしたら俺は何も手につかなくなっちまうから心配しすぎそうか大好きなお前のことを心配するのって普通だろうそれとも嫌だったか <laughs> こんな風に抱きしめられるのは <laughs> また顔赤くなってるぞ抱きしめてるぜ仕方ないだろお前よく転びそうになるし 心配させた罰としてもう少し俺に抱きしめられてろよ <laughs> お前ってさあったかくて気持ちがいいのな抱き心地最高もう離さなくてもいいかダメしょうがないなそれじゃ俺を心配させた分はこれで許すよ なあどうしたんだそんなに浮かない顔して何かあったんだろう何でもないってバカ俺に隠し事ができると思うなお前のことは俺が一番よく分かってるんだからなそれとも強引に聞き出してほしいのかお前がそうしてほしいなら素直に喋るまでいろいろなことするぞ うんいいのかなあ俺に言いにくいことなのかまさか嫌がらせされたとかそういうことかよし今すぐ死亡者を言え俺がそいつをって違うのかで結局何なんだテストってああこないだ受けたやつかそれの点が良くなかったのか そうか、赤点か。赤点まあ苦手なもんはあるし気にするな勉強以外にお前のいいところなんていくらでもあるだろう俺はちゃんと分かってるからなおでも赤点続きで補修なんてことになったらこうやって一緒に帰れなかったり遊べる時間が減っちまうのか、うん、やっぱり 勉強もうちょっと頑張ろうか。もしも留年なんてことになったらどうするんだお前と一緒に卒業できないなんて、俺は絶対に嫌だ。<laughs> 心配するなって。そんなことになんないよ俺が教えてやる。もう絶対に赤点なんて取らないようにしてやるからな。安心しろよ。ああ、ほんとだ。俺が今までお前に嘘ついたことあったかないだろ。だから安心しろ。 安心したら腹減ったたく <laughs> 本当にお前は。可 <laughs> 愛い,いなな。んか食べてから帰るか。何が食べたい。何でもいいぞ。今日はお前の好きなもの食べに行こうぜ。んドーナツでいいのか <laughs> そんな嬉しそうにするなよ。毎日連れて行きたくなるだろう。なあ、その顔反則。でも。 夕飯前だからほどほどにな待たせたなお前が好きそうなのを適当に買ってきたこれでよかったかどれから食べるんだんこれがいいのかそっかじゃああーんんどうしたんだ食べないのか 遠慮なんかするなよ好きなだけ食べていいんだからな恥ずかしいって何事？がだこれ好きだろ早く食べろってほら口開けろよあー、うんおいしいかって <laughs> その顔見ればわかるか本当にお前は美味しそうに食べるよなお前が好きなもの食べてる顔見るのすげえ好きだ 幸せそうにニコーって笑ってさその顔見るとこっちまでなんか幸せな気持ちになってくるこういう時本当にお前のことが好きだなって思うそれとお前のこと好きでよかったってさあ,あこら顔を隠すなってほらこっち向けて <laughs> よしよし お前の照れて真っ赤になってる顔も大好きだぞ <laughs> だからもっとよく見せろよおっちょっと動くなよふん、<laughs> 取れた口元砂糖ついてたぞ <laughs> 甘いなえ俺も食べろってそうだなあじゃあさ お前が食べさせてくれよ照れたってダメだぞ決定な <laughs> どれでもいいぞお前が選んで食べさせてくれるならなんだって食べてやるほらあーんん何だよお前は俺に食べさせるの嫌なのか違うならいいだろうお前に食べさせてほしいんだよ あうんうんうんこれうまいなサンキューやっぱお前に食べさせてもらったから特別に感じるのかな <laughs> そうだ今度はお前の手料理食べさせてくれよ。 ももしもしおうこんな時間に電話なんてどうしたんだ <laughs> バカ迷惑なんてそんなことあるわけないだろう。時間なんて気にしなくていいからお前からの電話ならいつだって嬉しいに決まってるだろう。こうやってお前が俺を頼ってくれるのが俺は嬉しいよ。だからこれからも遠慮なんて絶対にしなくていいからな。何があったんだ 話ならいくらでも聞いてやるというより俺がお前の話を聞きたいんだほら話してくれよなあーつまり怖い夢見たから眠れなくなったのか <laughs> ああ悪い笑ったのはバカにしたんじゃなくてそのお前らしくて可愛いなって思って可愛いいばっかり言うのって しょうがないだろう本当のことなんだから可愛いがダメならじゃあ何て言えばいいんだ愛しい愛らしいそれとも愛してるかえもう電話切るってお,おい急にどうしたんだ俺お前を怒らせるようなこと言ったか甘いことばっかり言われたらもっと眠れなくなっちゃうって <laughs> なんだそれ タックお前ってほんとかわいいんもう怖くなくなったのかそうか眠れそうならよかったちゃんとあったかくして寝るんだぞ体冷やすのはよくないからな電話してきてくれてありがとなんなんでってそりゃお前の声いっぱい聞けたおかげで 俺はいい夢見られそうだからさ <laughs> もしかしたら俺の夢見るかもしれないなそしたら夢の中でもお前のことを守ってやるようん <laughs> おやすみ <noise> あうん俺 悪いな、こんな時間に今ってその少しだけ話しても大丈夫かもう寝てたよなえ漫画読んでたって起こしちまったんじゃないのはよかったけどまた寝不足で朝がつらくなるぞああ何があったってわけじゃないんだけどなんか急にお前の声聞きたくなってさそれで出ました ダメか。俺からの電話ならいつでも嬉しいって <laughs> バカそんな可愛いこと言われたら今すぐ会いたくなるだろうお前のそういう不意打ちみたいな反則だっつもし夢の中でお前に会えてもそれじゃ全然物足りない目が覚めた時どうして隣にお前がいないんだって余計に寂しくなるしな こんなの情けないよな <laughs> けどお前のことになるとどうしても弱気になる時があるんだえそういうところも好きってお前いきなりそういうこと言うなって心臓破裂しそうになるだろうあー言っとくけどな俺の方がぜっ 対お前のこと好きだからなあこれだけは誰にも譲れない俺はお前が大好きだともうこんな時間か長くなっちまってごめんなお前が朝起きるの辛くなっちまうのに楽しくて電話切れなかった本当はもう少しだけこうやって耳元でお前の声を聞いていたいけど明日まで我慢する あ,あ早くお前に会いたいな会って触ってギュッてしてキスしてもいいか <laughs> 明日になるのが楽しみだなお、お前もそっか同じ気持ちって嬉しいもんなんだなお前のおかげで今夜はぐっすり眠るそうだ 付き合ってくれてありがとうなそれじゃあおやすみんなあお前ちょっとおかしくないかなんかだるそうだし朝より顔色悪くなってるぞ大丈夫か平気って本当かお前って変に強がる時があるからな 前にもそれで倒れたことあっただろうちょっとこっち来いいいから早くそんな顔してて平気なわけがないだろう熱はっておいすごく熱いぞ春日大丈夫かいやこっしゃいられない早く保健室へやっとこ、こら、暴れるな俺が抱いていった方が早いだろう今はおとなしく俺に捕まってろ バカ恥ずかしいとかそんなこと言ってる場合じゃないだろういいから黙ってろ舌かむぞじゃあ行くぞ <laughs> <laughs> 大したことなくてよかったったくマジで焦った薬も飲んだし横になってればいいからなもう少しだけ我慢しろよ お前が辛いのに気づいてやれなくてごめんなこんなんじゃ彼氏失格だよないくら朝は元気だったとしてももっと様子を見ておくべきだったこれからは休み時間ごとに会いに行くからな心配しすぎってそんなことないだろうそれともお前は俺に心配されるの嫌だったか お前に何かあったらと思うと俺は本当に怖いんだ確かにほんのちょっと過保護すぎる時もあるかもしれないけどさお前ってさいつも頑張りすぎなんだよ辛い時はちゃんと辛いって言ってほしいそのために俺がいるんだろえな何でお前が謝るんだ心配かけてごめんって バカ、そんなこと考えなくていいから辛いのはお前なんだから今は何も考えずにゆっくり休んで直せよ早く良くなってくれるのが一番嬉しいからなあ俺にしてほしいこと何かあるかお前のためなら何だってするから言ってくれそばにいるだけでいいのか本当に俺の顔見てると元気になるって こういう時にそういうこと言うの我慢できなくなるだろう大丈夫だお前が楽になるまでずっとそばにいるからうん <laughs> 約束するだから安心しろん手握っててほしいのか <laughs> いいに決まってるだろほらこれでいいかえ 俺の手冷たくて気持ちいいのかじゃあおでこに乗っけてやるどうだ気持ちいいかそういえばキスすると映るって言うけど本当なのかななあ試してみてもいいか俺に映るからダメ、ね、<laughs> だったら問題ないだろうお前が治るんなら キスして俺に映せばいいだろダメってそう言われると余計にしたくなるよなほらどうせ逃げられないんだから諦めちゃえよ <laughs> ないいだろ <laughs> もう一回。 熱あるみたいだなそれに口の中いつもより熱い早く良くなれよ元気になったらもっとたくさんキスしようなおいおいっておい いつまでで寝てるんですかこら起きろって目覚めたかおい寝ぼけてるのかほらよだれ垂れてるぞ <laughs> お前焦りすぎだって<笑>,笑うなって言ってもさ <laughs>、はあ 寝るまでのうとうとしてる時すっごくかわいかったそんなところ見ないでって言ってもさ勉強しに人の部屋に来てるのに気持ちよさそうにうたた寝し始めたのはお前だろまあ苦手な教科だと眠くなるっていうのは俺もわかるけどさなんていうか呪文に聞こえてくるみたいな感じ。 お前が分からないところはちゃんと分かるまで俺が面倒見てやるからなそれで次はいい点取って休みにお出かけとかしたいしなよし続きやるぞ今日はお前のこと寝かせてやらないからなあっだいぶ進んだなよく頑張ったぞえらいえらい俺の教え方がうまいから そうなのかうん、あんまりわからないけどお前の力になれたんなら嬉しいよ、うん、一旦休憩にするかいっぱい頑張ったご褒美にお前の好きなケーキと紅茶入れてくるよ <laughs> なんだよ、途端に元気になっちゃって それにしてもこうしてお前と部屋で一緒にいるのっていいなお前の近くにいて頭撫でたりしてさ <laughs> なんか落ち着くお前はどう俺とこうして一緒にいてさ楽しいか <laughs> そっかよかった変なダメがあったから焦っただろう 俺のことをじらした罰として今日はこのまま俺に抱きしめられたままで過ごすの決定な恥ずかしいいいだろう二人っきりなんだしお前の女将ってさいい匂いする <laughs> すごくいい匂いおはあ変態みたいって ああ、そんなこと言うならもっと書いてやる。こうして後ろから抱きしめてるから逃げられないぞ。<laughs> ほんっといい匂い。なんだよ、そんなに照れることないだろう。首に息が音ってくすぐったいそうだよな。お前はここ。 すっごく弱かったもんなこっちも <laughs> なその反応かわいすぎ <laughs>、うん、<laughs> キスされた時のその顔もかわいすぎ <laughs> たまにさ、たまにだけどお前がどっかに行っちゃうんじゃないかってすっごく不安になる大好きだからこそ心配っていうかさあ,あもちろんお前のこと信じてないとかじゃないけどなお前のことが好きすぎるのがいけないのかもなだから気になって心配になってそれで こんな風にずっとそばから離れられなくなるもしももしもさ俺がお前のことをかまいすぎててそれが嫌だって思ったらその時はちゃんと言ってくれよでおどうしたんだよ急に抱きついてきたからびっくりしただろうバカって ってなんでそんなに怒ってるんだよ迷惑じゃないそっかって心配させちまったか俺はお前から離れたいなんて思ってないからさ安心しろよこれからもずっとそばにいたいし構っていきたいよ なんだ、キスお前からキスしてくるなんて珍しいな不安な気持ちにさせてごめんな俺の過保護なところを受け止められるのって お前くらいだよまあ当然お前にしかそういうことをしないけどさでもまあ覚悟しろよこれからもっとお前のこと構っていくからなも何全言撤回しようとしてるんだよやっぱり恥ずかしいバカいいだろ俺はお前の彼氏なんだからさこれからもずっと 一生お前のそばから離れたりしないからな。だからお前もずっと俺のことだけ見ててくれよ。大好きだぞ。